詰めていきます。長友が裏を狙ってくる。11番のバグラに対して対応しています。ヨルダンもこのリズム上げてるんでね、うん、はい、追加点欲しいね日本。長友、日本が長友を使っていきます。倒された、アドバンテージを取った。遠藤キープした。オフサイドフラッグが上がっています。日本の選手が最後抑えていました。森重から川島、本田、競り勝った、うん、強い。長友、岡崎の位置を見て、本田、逆サイド高いポジションに清武がいます。長谷部からサイドを変えます。日本がという意識を持っていたいと。そうですね、はい、ただね、ディフェンス面でもね、この10番のカラーはね、はい、一生懸命頑張ってくれてるんでね、チームにはもう相当貢献度高いですからね。はい、まあ、次はね、点が取れれば、これはもうチームの勢いつきますよ。清武から岡崎、清武、この時間帯は清武が右サイドに返しています。一つ見どころですね、はい、ベンチメンバーはね、試合の流れを見たいところなんですけど、ウォーミングアップでこの流れにうまく入んなきゃいけないんです、はいはい、それだけスピーディーな流れだと、入るの非常に難しいんで、そうですね、はい、どれだけそのウォーミングアップの中で自分のイメージと体のイメージ、はい、動きを高められるかっていうのが重要なんですよね。いや、途中から入る選手はきついからね、だからそれだけで上げとかないと、やっぱりこういう激しいゲームではね、はい、すぐに入っていけない。中山さんの言う通りでね、まあ、あとは日本も前線であのようにフォワードが粘れば、中山さんファウルになりますからね、大きなチャンスになりますからね、はい、今22番の吉田も自分のタイミング通りだったんだよね、うん、高徳が対応します。ヨルダン10番の入るには気をつけなくてはいけない。酒井高徳、よし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 、よ